それでも起きねば無駄にしてしまう。昨日のあれほどの特訓を。熊川は思春期の女の子だといつか深見が話していたが、がだ僕にあしらえぬものならば。宗哲様、起きておいでですか。ああ、二度寝の誘惑と戦っていたところだ。過去形ならばよろしゅうございました。宗哲様にお客様です。客？ポーレット様です。寝ているようなら起こさないでいいとおっしゃって。5分だけ待ってもらってくれ。おはよう、ポーレット。今日は秘書をできずにすまんな。いえ、事情が事情ですし、今日はスケジュール、議会と常務だけですし。っていうか、私こそすみません、こんな朝早くから。常務前にということならばこの時間になる。すまなくなどは全くないが、何かあったか。その、何もない、何もないといいなって。ああ、もちろん何もないに決まってるんですけど。ですから、念のためっていうか。お守り袋。あ、はい、昨日の今日のお話でしたから。その手作りか、これはありがたい。ちっちゃいので精一杯だったんですけど。カエルの刺繍。なるほど、無事帰るというお守りだな。すみません、子供っぽくて。いや、こうしたものはむしろシンプルなほど願いが通じそうな気がするよ。ありがとう。これなら僕も事故なく乗務できそう。中はダメです。開けちゃダメ。開けたらお守り効果がなくなりますから。ああ、すまん。ですね、今日大丈夫そうですか。ナギちゃんと二人で。ナギと二人で、ではとても無理そうだったのでフォローを頼むことにした。フォローって誰にですか。私です。私とナビと八六ちゃん。八六ちゃんがフォローって。より厳密にはフォローを行うのはナビだ。八六はナビとの共感で僕に情報を伝達する。え？あ、ああ、わかりました。ナビちゃんいつも宗哲くんを上空からモニターしてるから。ゆえにあれには僕が川下り船に乗った何度かのデータも蓄積されている。流れの状況に応じ最も安全に川を下れるコース取りのシミュレートを、ですからナビは行えます。それを最高効率で宗哲様に伝達するため、私が、この私が船に乗るなど。乗るだけではなく乗りこなすのだ。僕と二人で船頭の職務をこなさねばならん。分かっております。安全は最大の使命、それは舟運においても同じと存じます。無理をさせることは申し訳ない。八六の不満はわかるつもりだ。僕とても、僕と八六が揃ってなぜ船なのだという気はしてる。だが無人の客車を引いても8620は満足すまい。本当の意味での復活のため、これは必要な一歩なのだ。必要な一歩なのですね。
満員の客車を、笑顔に満ちたお客様たちを、もう一度あの子に引かせてあげるために。うん、僕はそうだと確信している。私の本望は宗哲様にお使いいただくこと。どのような役割であれ、そこに不満などはございません。ですが、私が船に乗ることがあの子の役に立つと、そう理解でき、心の棘を抜いていただけたように思います。ならばよかった。本当にそうですよね。この一歩は必要な一歩。寄り道に見えても本当はゴールへきっと近づける。うん、団体のお客様のご予約をいただいているのは16時だ。少しだけナビちゃんとお話しさせてもらっていいですか？無論だ。通信をするならすぐに。あ、いえ、直接、どこか着水してるところで。そうか、ならばレールショップへ戻る途中の、お城橋のあたりに着水するよう指示しよう。あ、助かります。お願いします。その程度はお安い御用だが、ナビと一体何を話すのだ？内緒でいいですか？失敗したらちょっと恥ずかしいですから。何かに挑戦するのか？挑戦って言うと大げさな気もしますけど、でも、はい、そうなります。ならばお互い一刻たりとも無駄にはできんな。それぞれ最善の準備を尽くし、良い挑戦を行おう。はい。よし。男のくせに長風呂ばい。すまん、気合を入れ直していた。気合ば姿に出とるばい。兄さんの着こなしなかなかよかとよ。お褒めに預かり光栄だ。身なりばお客さんに与える影響大きかとからね。お客様が感じる不安はそのまま船のリスクになる。経験が浅いなどと思われぬよう常に堂々と振る舞う。そうばい、それが大事ばい。深見様、お体だいぶ楽になったご様子でした。お粥もすべてきれいにお上がりになられて、凪様に美味しかったごちそうさまとのことでした。よかったばい。なら、おい、ナギ様、何するばい。何のため私一人がお見舞いに行ったのですか？ナギ様までもが風邪をひいたら、明日以降も川下り船の営業に支障が出てしまいます。大丈夫ばい、風邪とかひいたことなかけん。だとしても移しちゃってたらどうしようと、深見は余計な不安を抱えることとなるぞ。わかったばい、深見ちゃんに会うの今日のところは我慢しとくばい。それがいい。明日になれば回遊した深見と心置きなく話せよう。そうしてその席で報告すればよいのです。今日のこと
どれほど見事に川下りをし、いかにお客様たちにご満足いただけたかを。うん、分かったわい。そうするわい。よいなんしょ。予約しとった田所いうもんだがね。お待ちして、お待ちしておりました。ようこそいらっしゃいませ。なぎ様、頑張っておられますね。ああ、まず皆さんに救命胴衣をお配りします。前と後ろに気をつけてくださいね。八六、行くぞ。船の準備をしておこう。はい、宗哲様。宗哲様、進路の一時、手に入ってください。ん？おお、水かぶったっぺよ。そりゃお客さんラッキーわい。熊川の水は健康によかとよ。源流の方じゃ長命水ば言われたるわい。ありゃ、それじゃあ頭からかぶらんと損だっぺ。兄さん、もっとザブザブ波立てておくれよし。ご期待ください。あの兄さんは有名やけんね。思いもよらんとこできっと大波立てやるばい。おお、そりゃ楽しみだっぺ。宗哲様、十字方向に大きく迂回してください。2時右前方の岩の下は広く浅瀬です。うん。おっとっと。お、釣り人ばい。おーい。おーおー、手振り返してくれっぺか。ジョーちゃん、ここらじゃ何が釣れるんかね。あゆばい、尺あゆって言ってこぎゃんと大きかとが釣れるとよ。うっ、ほら、こぎゃんとタイミングでやりやるばい。こら、まいったっぺ。これは見事な。お人よじゃ、こげえな虹さ、よう見れっぺか。ないばい、見るの初めてばい。こぎゃんと丸くかかった虹。どうした、八六。宗哲様、二時、空のではなく時計の二時、淀みに船を進めてください。ああ、宗哲様、今です。淀みを出、元の流れに戻ってください。なんと、もうか。皆様、前方虹の中央をご覧ください。朱色の鉄橋、熊川第四橋梁をご覧いただけますでしょうか。ああ。うわあ、こりゃ。あ、
宗鉄様、11時、流れに船を。わかっている。見せて見せて。もちろんうまい。深見ちゃんに見せてあげたくてとってもうまい。素敵。なにこれ、ちょっとずるい。私毎日川下りしてるのに昨日だけとか。さてそれだ。なあナギ、よければ携帯を回してみんなに見せてくれ。よかったよ。虹は純粋な偶然だが、川下り線の進行に合わせての列車の鉄橋通過、これは素晴らしいアイディアだった。あの、私乗務もあるけど、船頭さんの宗鉄くんも見てみたくて、本当にそれだけだったんです。の。理由はどうあれ、これだけの満足度を出すイベントを観光振興につなげる方はないかと僕は考えた。キハレイナナイスも美しく可愛らしい車両ですが、川下り線から見た時、86はより絵になるかと存じます。川下りと鉄道との連携、これにマイントレジャーも絡めていきたい。絡みたいです。術線炭鉱廃駅と鉱山鉄道と復活させ、まずはその区間をキハレイナナに案内してもらう。レイナ、お任せされちゃいますよ。廃宿舎群で謎解きをしてもらい、しかる後トロッコ移動で坑道入り口へ最短体験をしてもらう。掘り返した石炭は宝箱に詰め、キハレイナナにはそのまま湯の井駅へ向かってもらう。お人よに戻るんじゃないんですか？その通り。そこからは川下りでお人よまでを移動してもらう。けど強制だと遠回りでお金取られてるって印象持たれちゃうんじゃ。おう。戻りの制度が使えることにすればええばい。例えば落盤が起きたとかなんとかで。あ、そっか、全部が一つのアトラクション、ストーリー仕立てにしちゃえばいいんだ。にいにい、なんかストーリー。無理を言うな、僕は現実しか見ん男だぞ。亡霊、廃宿舎群や炭鉱に亡霊が出ることにしたらどうでしょうか。亡霊？炭鉱夫さんたちの亡霊です。各地行動から大切な石炭が盗まれたと思って怒って暴れる。暴れて線路にまで溢れ出して、キハレイナナは湯の井に退避するしかなくなるのか。そうです、そんな感じで。亡霊はまずかとよ。炭鉱に苦か思い出を持っとる層をいたずらに刺激することになるけんね。ああ、それは確かに。言われてみればそうですね。なら妖精ってことでどうでしょう。それ素敵です。鉱山妖精とってもいいです。鉱山妖精は水を渡れないから、川下り線お人よまでの脱出のお役に立つです。川岸に鉱山妖精が押し寄せてくると面白いかも。僕たちの石炭をどうするつもりだって。ずるいぞ、戻ってこーいとか言わせると川に入れないこと、きっと誰にでもわかるです。川下りの途中で頭上の鉄橋を SL が駆け抜けていく。だけどそれは幻、もう走れないはずの8620。走れないのはもちろん、
石炭がないからです。なるほど。掘った石炭を8620にあげるというオプションに、それならば大きなドラマが加わるわけか。お人よに到着できたら、そこで一旦ツアーはおしまい。その後は宗哲くんが言った通りにオプションで。船から見た幻の SL を気にかけてくれるお客様は石像機関庫に案内し、8620と出会ってもらいます。石炭をあげて生き返ってくれる8620に乗れたらきっとすごくいいって思うです。8620を走らせてお人よ湯の井を往復するのか。そうですね。妖精たちにその姿を見せて、石炭はきちんと使われているって安心させてあげる。それで鉱山妖精は喜んでくれて、鉱山に笑顔で帰っていくと、すごくいいです。ならばエキストラを頼む感じになるのかな。いえ、そうてつくん、エキストラじゃなくてキャスト、マイントレジャーのキャストとして募集をかけましょう。ああ、その方が確かに人は集まりそうか。はい、職人さんたちや業者さんたちと無関係のごく普通の若者たちにきっと集まってもらいます。おお。なるほど。妖精でしたら老人よりも若者の方がより雰囲気を出せますか。線から面だな。けどね、まだいくらか何とかしなきゃいけんことがありうるよね。いくらかとは。一つ目は8620の客車のこと。それは私に心当たりが。さっきの写真データをもらえる？きっと役に立つと思うから。よかばい、アドレスくれたら送っとくばい。ありがとう、よろしくね。なんとかなるならそれはよしよね。私に何か。8620の運転は86ちゃんとそうちゃんが担当すると。もちろんです。なら。ああ、そうだい、タイミング合わせドギャンすっとよ。それも解決できます。レイナが川下り船に乗ればそれだけで。ああ、そうか。キハ・レイナのはポーレット一人でも動かせるものな。です。お人よまでの戻りは無人の回送車両になるから、安全面のリスクも極限まで下げられますし。うん。ポーちゃんに任せて、どうやら安心できそうよね。あ、私、頑張ります。安心して任せていただけるように。